ちゆチャンネル、今日も治安がいい笠井智美です。さあ今日はなんと新しく新宿にオープンしたディズニーストアなんですけど、ディズニーフラグシップ東京っていう日本最大規模のディズニーストアができたということで、なんとディズニーさんからプレイオープンに招待していただきましたということで、12月5日からオープンなんですけど、私はちょっと先にお店に入らせていただいて、今日お店の中も撮影できるということなので、私も今初めてここに来てるんですけど、どんな感じなのかぜひ皆さんと一緒に見てみたいと思います。よろしくお願いします。まずはもう早速かわいい、これだけでパレードみたいな感じ。今日はまだ商品が買えないみたいなんで、まあ、私も皆さんと同じく後日買いに来ようと思ってるんですけど、ちょっとどんなものが売ってるか4つしていいんですもんね。リッチューゴーリッチューゴー、めっちゃかわいいじゃん。スノードームだよ、キラキラすんの。ディズニーの D が浮いてる、魔法みたい。かわいい、スノードーム。なんか何このワクワクする感じ。これ何、ノート。かわいい、こういうなんかさ魔法の本みたいなノート大好き。これは何、これは何。アルバムだ。こんな中に入れたらもうなんかすごいじゃん、すごいアルバムが出来上がりそう。かわいい、これオリジナルだよ絶対。グランドオープニングの限定みたいな感じなのかな。限定って大好き。ディズニー大好き、限定大好き、最高です。めっちゃ可愛いんだけど、これみんな超可愛い。御殿ということは全員は連れて帰れないということか、2回来ないといけないということだな。あ、そう、でもお友達と来て全部私の分っていうことで買えば。やばい、この子すごい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 連れて帰って楽しそうな顔してる。一緒に帰りたいよって言ってる。ごめんね、今日も一緒に帰れないけど一緒に帰ろうね、また来るからね、迎えに待っててね、待っててね。かわいい、超ハッピーなんだけど。なんかディズニーストアにいっぱいこういう着せ替え系が最近増えてて、永遠に終わらないと思って手出してないんですけど、この限定の服出されたら買いたくなっちゃう。沼ですね。沼だよ、沼、マジ沼、可愛すぎる。コスチュームがめちゃくちゃ可愛い。可愛い、小バッグもある。もう私エコバッグ買いすぎくらいの感じでエコバッグ買ってる。バッグも見てみましょう。なんかさ、すごいね、映像が流れてるトンネルみたいな。すごくない？広すぎてもう意味わかんないんだけど、鳥肌が止まらない。自分が買うものの下見でしかなくて全然紹介できてないわ。興奮がやばい、楽しすぎる。私もいろんなところのディズニーストア、海外とか行った時とかもディズニーストアに行くの大好きなの。初めてのディズニーストアめっちゃテンション上がる。何これ、カードステッカー。わあ、なんかすごい超立体的。ステッカー？シールってこと？すごっ、貼りたいんですけど。すごいよ、めっちゃいっぱい。まだ沼だ。かわいい。ミサってすごい好きなさ、好きな韓国コスメみたいなブランドなんですけど、物語とマリーちゃん、リリーとマリーちゃんのパッケージ。待って、めちゃくちゃ可愛いんだけど、これ本当に欲しい。爆買い企画やりたい、ここで。もう開放大企画やりたい、ここで。待って、欲しいになりすぎ。事件なんだけど、普通に事件、事件が起きてる。あ、待って、これめっちゃいいわ。なんか普通にミュージカルの時とかみんな裏でこういうのにコスメとか飲み物とか入れたりとかして舞台裏に置いてたりするんですよ。これだったらさ、倒れたりとかしないから邪魔にならないし、鏡とかちょっと化粧品直しとか入れてパッて持ってける。しかも楽屋で置いといたらこのままメイクのこうハケとか立てるやつだけど、これめっちゃいいじゃん。ペパロニちゃん、ちゆちゃん、ドキドキワクワク。クリスマスのコーナーある、子供服だ。あの、私めいっ子ちゃんが生まれたんで、でもまだ全然大きいね、これは。
もう最近子供服見るのが趣味になっちゃってますもん。でも女の子の服っていっぱいあるから、まだ全然無理だね。来年かな。これさ、ツリーのてっぺんにつけるさ、やつじゃない？私さ、引っ越す時にさ、3、4年ぐらい前かな、ツリーめっちゃ大きいなったのに、このぐらい大きいツリーあったのに処分しちゃったんですよ。こんな可愛い星があるんだったら処分しないで載せたかった。なんて書いてありますか？キープして前に進もうみたいな。開けよう新しいドアを。なぜならば私たちは、これなんて読むんだろう。だそうです丸投げした丸投げした今すごい気になってる集めたいシリーズ、鍵みたいな形になってて、いろんなバージョンがあるんですよ。飾り物だと思うんですけど、こう多分置いといてなんか増やしていくみたいな。可愛いの。これをね、集めてる人がね、インスタとかに載せてたりしててね、すっごい可愛いの。あなたがグッズをデザインできます。どういうこと？グッズデザインできる。え、すごくない？お願いします。こちらがリメイドというサービスになっておりまして、はい、今まではディスのオンラインでしかできなかったサービスなんですけれども、このちょうど後ろに、はいはい、こういった T シャツですとかトートバッグをご自分が好きなピースなどを作ることが多いので、最短30分で効率をお見せしてることができるんです。すごい。このアートプリント体験できるみたいなのやってみます。どうしよう。トートバッグも捨てがたいけど、今の時期だとやっぱパーカーかなって。メンズ L にします。ちょっと大きめでダボっていきたい。これ一生悩むんだけど無理。これめっちゃ可愛いけどな。こういうのもでも絶対可愛いんだよ。これも可愛いけどな。これにしようかな。でもフラグシップ東京って書いてあるのいいの？これかな。絶対可愛いよね。絶対可愛い。マジでちゆちゃんなりやってよかったって思うわこんなオープン前に来れるなんて本当に奇跡。めちゃくちゃ嬉しい。じゃあこれで決定します。押します。おお。今日はあれだけど、基本はこれで30分ぐらいとかでもらえるんですよね。だから最初にこれをゲットして、で渡して30分間多分店舗ブラブラしてあっという間だと思うから、そういう買い方がいいんだと思う。スターウォーズ系とかもある。マーベル系。なんか欲しいものありすぎじゃない？待って、めっちゃ可愛いんだけど。ネクタイだよ。可愛い。そういうだからなんかギフトにもいいっていう感じのものが多いんですね。ヨーダ可愛いヨーダです。ヨーダになれるガウン。じゃあ上行ってみましょうか。リッチューゴーリッチューゴー。マジで1日入れる気がしちゃう。待って、アパレルっぽいのがいっぱいあると思う。アパレルがあるんだけどさ、ミッキーが気になりすぎるから先に。かわいい。これ欲しい。かわいい。抱きつきたくなっちゃう。洋服選びに集中できないぐらいかわいい。ここなんか結構アパレルゾーンっぽいですね。すごい。フランク・ミューラーの腕時計、超スペシャル価格です。かわいい。あの白いやつめっちゃかわいい。値段はかわいくない。これはここでこうやって見て楽しむやつだわ。うわ、すごいよ。ヴィランズのこの前のあのコスプレやってからちょっとマレフィセントで親近感を覚えてるうわー楽しい。でもさ、これとかワンちゃん結構いけそうじゃない？今私が持ってたって。かわいい。かわいい。リュック大好きだからな。今日のコーデに合わせるなら、そうね、これ派手すぎ。これかわいいっぽくないですか？ちょっと大人っぽい同じやつ。ハロー、お待たせ。この耳だけで幸せにできるって本当すごい話だよなって思うの、ね。わ、何これめっちゃ可愛いんだけど。ライトだ。テーブルとかにポンと置いとくのかな。これとかはちょっとリングとか置いたりできるってこと？洗面台になったらめっちゃ可愛いかな。うわ、こっちも可愛い。シンデレラ。
可愛くない？ちょっと手洗うときにさ、さってピアスとか指輪とか置いたら、デザインがすごい凝ってる。サイズ感もちょっとキュンとするサイズ感。可愛い。なんかうち猫飼ってるからなかなかフィギュアが飾れなくて、こういう感じでポンって置いてると猫ちゃんが乗って落としちゃうかもしれなくて危ないから、あんまり今ね飾れてなくて、家に飾り物が少ないんです実は。こういうのに入れれば大丈夫だから。ありますよね、ガラス張りのこういう、そういうのに入れればいいんだろうね。なんかちょっと大人っぽいラインですね。かわいい。このラプンツェルのポーチ、本みたいな形のポーチ、このシリーズめっちゃいい。これはクリスマスツリーがあるってことはクリスマスプレゼントに買ってもらいましょうっていうコーナーなのかなちょっと大人っぽいラインだから。かわいい。ポーチめっちゃかわいくない？これ欲しい。ちゃんと普通にポーチで化粧品入れるのにちょうど良さそう。ここのさ、ブランド見たことある？あ、このブランド多分女子の子たちが見たらわかると思う。コメント欄で読み方教えてください幸せになっちゃってるわ完全に。マジで可愛いよね。なんかもうディーズみたい。あれよくあの D がもうすごい躍動感いっぱいの D でさ、あの D が大好き。ちゆちゃん、とりあえずあっという間に、あっという間にでもない、意外と1時間ぐらい見てますよねすごい楽しかったです。3階建て、1階と2階とあと地下1階があって3階建てなんですけど、本当に日本最大規模っていうだけあって本当に広いので満足度がすごい高いです。ただ今日はねグッズとかゲットできないので、また私も後日来ようと思うんですけど、動画が出てる頃にはもうオープンされてると思うので、私も予約なんですよね最初は。だからちょっと予約頑張って取って、欲しいものもう結構目星つけたのでそれゲットしたいなって思いました。いやー、なんかめちゃくちゃ楽しかった。なんかね今まで見たことないようなグッズも結構いっぱいあった気がして、マーベル系とかもあんまり見たことなかった気がしたし、あとやっぱ限定のやつですよね。ディズニーフラグシップ東京のデザインのミッキーたちの服着てるやつとかがめっちゃ可愛かったから、あれは絶対ゲットしたいと思って、それが売り切れちゃう前に来れたらいいなっていう風に思ってますっていう感じで、まあちょっとこんな感じの店舗ですよっていうのが皆さんに面白いところが伝わったら嬉しいなと思うんですけど、本当になんかワクワクドキドキするし、とにかく限定グッズめっちゃ可愛いので、まずはそのフラグシップ東京限定のグッズを皆さんもゲットしてもらえたらなと思います。皆さん最後までご視聴本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ったらぜひグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。ちゆチャンネルありがとう。